じゃあ先に続きやっていこうと思います。さて、このね、アルカキルティ大平原に来てるんですけれども、そこにあるね、集落の人からの信頼を得るためにリクエストをやってるって感じですね。で、2個目やっていきましょう。豆を退治してくれたってね、なかなかやるじゃないか。実は兄さんたちを見込んでもう一つお願いがあるんだ。平原にいる羊の毛を集めてほしいんだよね。羊の毛、はい。モコモコ石、悠久な時が流れる大平原、カリアドの女ミトはイサムたちの腕を認め仕事を頼んできた。大平原に放し飼いになっている羊たちのうち特に巨大なものたちから3種のウールを集めてきてほしいという。このジャンパーのクソ特にはハンターたちを信頼を得ることが不可欠、心よく協力し大きな羊を追いかけようということで、羊を追いかけろ。お言葉に甘えることにするよ。かわいいね、羊。羊よりでっかい羊がいるだろう。普通よりでっかい羊。あいつらのウールは服の材料にぴったりなんだよ。お姉さんエッチな格好してますね、よく見たらね。はあ、とりあえず平原に出ればいいかな。ウールを狩りに行こう。逃げんのかな、もしかして近づいたら羊たち。いや、てかさ、あの裏でさ、ちょっとレベル上げしてたんですけど、なんか大平原のモンスター強くね、マジで。場所によるのかもしれないけど、なんかめっちゃ強い敵ばっかり出てきてさ、何回もリスタートしたんだけど、あっ、いやー、かわいい。これね、巨大サイズの羊さん。ねえ、ゴワゴワウール。あ、逃げてった、お前。あ、じゃあ戦うか。羊さん、あ、かわいい、ちっちゃいの引き連れて。羊さん、ぬくぬくウール。あと1匹どこだろう。離れてないと思うんですよね。いた。逃げないで。待って。羊こいつら。あ、ようやく捕まえた、こいつ。おお、できた。モコモコウール。よし。依頼人のところに戻ると。ありがとう。極上のウール確かに受け取ったよ。羊めっちゃ逃げますやん。こいつお礼だよ、受け取ってくれ。平原を自由に駆け回れるのは一人前のハンターの証拠だ。あんたたちなら例の嵐の謎も解き明かせるかもね。お、やった。嵐の発生原因は何だろう。あんたたち嵐のことを調べてるんだったね。一ついいことを教えるよ。嵐はすごく暑い日に限って起きるんだ。暑い日に起きる。どうする、嵐。暑くなるのをのんびり待ってる。もっといい手がないかな。近くに天気を操る機械があるよ。セラ、なんでこんな激しく動いてんの。え、天候を猛暑に変えよう。いやいや、助かったよ。あんたら本物のハンターだな。天気と魔物の関係は分かってるかい。この天候制御装置の使い方教えてやろうか。天候制御装置聞くか。まず天候制御装置の使い方だね。レバーを操作して風向きを変えて天気を変えられるんだ。はあ、レバーの倒し方の組み合わせで天候が変わっていくよ。天気変えられるって組み合わせは4つ。あれ、起こせる天気も4種類だ。大平原ってさ、年代不明だったっけ。大平原の天気はいつなんでしょうね、未来なのかな。影響する。例えば雨なら、あ、でもあれか、水辺に住む魔物が元気になったり、サニス水号もなんか天気操ったりあったよね。強敵が現れたり、そういう世界観で話やな。天気を操れば大平原の魔物も操れるってわけだね。使い方は以上。また知りたくなったらいつでも聞いてよ。はい、クボクボ。まだね、天気をね、晴れにするみたい。天候制御装置を使いこなして一流のハンターを目指しましょう。装置には作業2本のレバーがありますが、
一度で操作できない一般の木です。崩壊しているレバーの前に立って丸を押すと立っているレバーは倒れ、倒れているレバーは元に戻ります。これだけで天気はすぐに変わります。天気は晴れ、曇り、雨、雷の4種類です。2本のレバーが立っているか倒れているかの組み合わせに応じて変わります。どの組み合わせでどんな天気なのかよく確かめながら望み通りの天候を作り出しましょう。はい、あ、じゃあここまずはね、ちょっと晴れにする必要があるんで、これ雷かな。あ、え、なんか BGM 変わったんだけど、え、ちょっと待って。で、下にすると晴れになるらしい。あ、本当だ、晴れた。 BGM 変わるんだね、天気によって。おお、なんか出たこの人に。おい、嵐の原因が分かったぞ。平原にプリンばかり狙う魔物がいるんだ、うん、いっぺんに何十匹も大口開けて丸飲みだとよ。その時突風が起きるって話だ。何十匹も飲み込むなんて。ノエル、これってもしかして。あ、ライブトリガー。嵐の原因はありえないほど大量のプリンを丸飲みにするままの何が起きてるのだろう。サンレスのプリンと関係ある。対時セーバーからマガドーマパラドックス。やっぱりサンレス最後のプリンと関係あるのかな。ここでのプリンか。ね、プリン。サンレスの巨大プリンとは無関係とは思えないな。ね、ここで魔物に飲まれたプリンが時を超えてサンレスに行ったとか。可能性は高いな。調べてみる価値ありかな。見ろ、水の穴に飲み込まれてる。行き先はもしゃもしゃ食べてる巨大プリンのところ。なるほど。だとしたらあいつを倒せばプリンの成長は止まる。あ、マルドゥークを倒そう。これ、あ、でも晴れの天気なのが移動できるのいいけど、ちょっと移動するか。やばっ。さ、あいつ30の時にもいたよな、アルカキルティ大平原のでっけえ。でもこれあれかな、とー出る？あ、なんかボスの前塞いでね、あれ。待って、あ、ちょっとちょっと、今日ちょっと戦っていくか。あ、塞いでるよね、あいつ。あー、じゃあちょっと天気を変えてモンスター出てくるの変えないとダメですね、これ。あ、来たぞ、ちょっとセーブしとこう。いや、なんかさ、この天候雷の時にさ出てくる野生のモンスター結構タイプなんだけど、見た目が。でもね、誰一人として仲間になってないの悲しいね、ちょっと。よし、行きましょう。もうこいつをね、ごちそうはお預けだ。プリンをバクバク食べてサンレス水盤に送り込んでるっていうやべえやつですね。で、メガトンブレイクって、やばいの来そう。待って、大丈夫？とりあえずあれか。なになになに、怖い怖い怖い。なんか来る、なんか来る、なんか来る。やばい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 。なにこれ、なにこれ、なにこれ。回復回復。いやー、使ってくるの。ブロックホール。あ、でもこの攻撃は大丈夫。なんかもうなんか技がやばいんだけど。ちょ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 、やばっ。何やこいつ。
受けの手がやばいですね。シュートとかえて、やばい、せっかくうちに食べたのに。
やめてやらない。あ、倒せたかな。やった強かったんですけど。よかった。攻撃エグかったな。あ、なんかダメージ量もでかいし。パラドックスの原因はこれ？うん、戻ろう。スノーが無茶しないうちに。心配してくれるんだ。早くスノーのところに帰りたいだろ頑丈なのが一番の自慢の人だから。離れていても元気なことだけは信じられる。俺なら無理だな。大切な人と離れるなんて考えられなかった。そばにいたっていついなくなるかわからない、そんな世界だったから。うん、ノエル。いいんだ、運命は変えられるって信じてここにいるから。運命は変えられるってやな。よし、あ、ブラックホールジム。あ、これはドラゴン側リュック、なんだこれはということで、じゃあ今回ここまでにしておこうかなと思います。いやー疲れました。ちょなんかヤバそうあいつ逃げます。ヤバそう。よし、じゃあ次回は30最後に戻るところからですね。行っていきます。お疲れ様でした。